This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。昨年外国人によるコンドミニアム購入が急増しました。タイ政府観光庁はカザフスタンのアルマトイで観光促進イベントを開催しました。タイが韓国に KETA 審査の強化を要請しました。タイナショナルアーティストデーが祝われました。それではまず、はじめのニュースです。昨年、外国人によるコンドミニアム購入が急増しました。2023年のタイの不動産市場は、合わせて 49,250 戸が販売され、外国人によるコンドミニアムの取引が大幅に増加しました。デベロッパーのデータによりますと、外国人によるコンドミニアムの販売戸数は、5036戸で全体の 10.2%、 金額にして316億1000万バーツで不動産売買全体の 17.9% を占めました。不動産市場としては昨年は過去最高を記録しました。 ASEAN 地域、アフリカ、南米の不動産鑑定士で不動産専門家のソポン氏によりますと、外国人によるコンドミニアム購入の活発な動きはタイの不動産市場の安定性と魅力を反映していると評価しています。2023年に販売されたコンドミニアムの平均価格は1戸当たり627万バーツに達し、外国人の間で高額な価格帯のマンションが好まれていることを示しています。バンコクとその近郊エリアが外国人に特に人気があり、平均1000万バーツから2000万バーツのマンションが好まれています。この価格帯の住宅は全体の 28.2% で、販売総額の 40.7% を占めました。ソポン氏によりますと、セントラルエリアやビジネスエリアが外国人からの関心が最も高くなっています。タイにおける外国人マンション購入の動向は、コロナの感染拡大時期を経て変化しました。感染が拡大中は市場は減速しましたが、その後、コロナからの回復とともに、不動産市場は大きく伸びました。これはタイの不動産市場に対する外国人投資家の信頼が回復したことを反映しています。ソポン氏は、外国人による不動産購入を促すことは、タイ経済を刺激する政策となりうるとの考えを示しました。ソポン氏は、治安上の懸念や、タイ国民と外国不動産所有者との潜在的な対立を緩和するために、外国人の購入が許可される地域を政府が定義することを提案しています。さらにタイにおける外国人による不動産取引を規制し、促進するための新たな政策やアプローチを検討すべきだと提言しています。そうすることで市場が
持続的に成長し、タイ経済に利益をもたらすと同時に、そのような自由化から生じる潜在的な問題を防ぐことができるだろうと述べています。次のニュースです。タイ政府観光庁はカザフスタンのアルマトイで観光促進イベントを開催しました。タイ政府観光庁はタイ外務省とともにカザフスタンの最大都市アルマトイでこのほどタイの観光の魅力と文化を紹介するイベントを開催しました。フレンズ・オブ・タイランド・ネットワーキング・デイとアメージング・タイランドと題したイベントで微笑みの国を紹介しました。このイベントはカザフスタンにタイのソフトパワーと入国ビザ免除制度を活用し、タイが一年中魅力的な旅先であることをアピールすることで、カザフスタンにおけるタイ観光を後押しするために開催されました。このイベントはタイ政府観光庁モスクワ事務所に加え、タイコンベンション&エキシビションビューロープーケット観光協会の代表などタイから幅広い組織が参加しました。イベント当日はカザフスタンの地元観光業者やメディアと交流する機会も設けられました。アメージングタイランドのイベントでは水かけ祭りのソンクラン祭りやムエタイを体験できるパフォーマンスなど文化パフォーマンスも行われました。カザフスタンはタイ観光のターゲット市場として急速に拡大しており、現在ロシアに次いで独立国家共同体からの観光客第2位となっています。2023年にはカザフスタンからタイへの旅行者が 190% 増で、この傾向は2024年初頭まで続き、前の年の同じ時期と比べ 14% 増加しています。カザフスタンからの旅行者は主に家族連れやカップルで、タイのビーチリゾートを好み、平均14日間の滞在を楽しんでいます。カザフスタンとタイを結ぶフライトの業績は好調で、エア・アスタナとサンデー・エアラインズがバンコクとプーケットに定期便とチャーター便を運航しています。両国間の航空路線はロードファクター、座席利用率が高く、強い関心と容易な接続性を示しており、タイ・カザフスタン間の座席数は、2023年10月から2024年3月までに15万3620席に達すると予想されています。次のニュースです。タイが韓国に KETA 審査の強化を要請しました。タイは韓国に対し、入国ビザ免除国からの渡航者を対象とした韓国電子渡航認証 KETA の入国前審査を強化するよう要請しました。この要請は韓国への入国を拒否されたタイ人の苦情を受けて行われたものです。KETA を申請していたにもかかわらず、入国を拒否されたとしてタイ人の間では不満の声が高まっています。この要請は両国の外務省の局長級会議で行われました。この問題は多くのタイ人が KETA の認可を受けているにもかかわらず、韓国への入国審査で入国を拒否されたとして SNS に書き込んだことからネット上で注目されるようになりました。これらの書き込みはソーシャルメディアで広く共有され、タイ国民の間に不満の声が広がっています。タイ政府関係者は、KETA の審査をより厳格にすることで、韓国が不適格な旅行者の入国を防ぎ、同時に外国人が追い返されるようなことを最小限に抑えることができると主張しています。韓国の外務省ユン・チョソク領事安全局長は、善意の旅行者が不自由な思いをしないよう、韓国は尽力することを強調しました。ユン氏は、韓国とタイが緊密に協力し、人と人との交流を強化し、両国間の友好関係を育むことへ強い意欲を示しました。先日、コンサートを見るために韓国の KETA の認可を受けたタイ人女性がソウルの入国審査で入国を拒否されました。コンサートのチケット、ホテルの予約表を提示したにもかかわらず、不法就労を疑われ入国を拒否されたこの女性は、韓国の指定に従って KETA を申請していたにもかかわらず、このような対応に韓国の入管に強い不満を表明し、ネットに書き込んだところ、タイの若者の間で大きな話題になっているものです。2021年に導入された KETA は、
韓国とビザ免除協定を結んでいる国の外国人に義務付けられており、韓国への入国を迅速化するために設計されています。このシステムはアメリカのエスタープログラムに似たもので、個人情報と渡航情報の提出を入国申請者に求めています。次のニュースです。タイナショナルアーティストデーが祝われました。2月24日はナショナルアーティストデーで、国を挙げてこれを祝いました。ナショナルアーティストデーはラマ2世の時代まで遡り、タイの豊かな芸術的遺産に敬意を表すために1985年から毎年行われています。タイ国内の創造的な力を称え、タイ芸術を支援する機会となっています。セター首相はこの機会に、国内及び国際舞台でタイの文化的アイデンティティを築いてきた芸術家たちを称えました。首相は国民的アーティストの技能と社会的な貢献を評価し、芸術家は国の文化的伝統を維持し向上させる上で重要な役割を担っていると称賛しました。チャイ政府報道官は、タイ文化を豊かにする芸術家や職人たちに対し、政府はこれを全面的に支援していると述べています。文化省は政府を代表し、タイの文化遺産を活気ある適切なものに維持するために、芸術家の仕事の重要性を認識し、揺るぎない支援者であり続けると主張しました。セター首相は、クリエイティブな分野に携わるすべてのアーティストや個人に対して国民の誇りを育み、インスピレーションの源としてタイの芸術を長続きさせるため彼らの努力を評価し、心から祝福しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。ทำตัวตามสบายเหมือนไม่มีฉันในสายตาจนบางคนไม่รู้เลยถามฉันไปและถามมาตกลงเธอเป็นอะไรกับฉันบอกตามตรงไม่กล้าต่อไปเพราะว่าฉันเจ็บปวดกับสิ่งที่เธอทำลงไปไม่คิดและเพราะว่าฉันเจ็บอยู่ที่เธอยังมองว่าเธอไม่ผิดกว่าชีวิตเหมือนที่ฉันรักเธอได้ยินไหมฉันมาบอกว่าฉันเองขอเลือกเดินจากไปラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.